僕ですね、普段長野県でりんご栽培を中心に、農業をやりながらお笑いやってましてですね、でそのりんご栽培の師匠が、まあ、先代、父親ですね、お父さんなんですけど、まあ、この親父がですねちょっとまあ、変わった人でして、まあ、僕のお父さんは60歳過ぎてからですね、バイクのハーレーダビッドソンを乗りこなすようなファンキー父ちゃんなんですけど、若い頃の写真を見たらですね、宴会でケツにバラさしてみんなに配るっていうわはは本舗の芸風の人だったんですけど、まあ、年取ってくるにつれてダンディーになったっていうそういう感じの人なんですけど、たまになんか謎の行動とかあったりしてですね、家族に内緒で社交ダンス教室に通っててですね、なんかその時はそのリンゴの収穫もいいステップで撮ってたんですけど、まあそういろいろあるんですけど、一番ちょっとびっくりした事件がですね、親父は一回改名してるんですね、名前を。今の名前が松尾俊夫で、昔が松尾勝志なんですけど、まあ、その改名した理由がですね、農村のソフトボールチームで同姓同名の人がいたから。いやそんな理由でかよっていうね、1番松尾勝志、2番松尾勝志になって分かりにくいから帰ろうっつって言われて帰させられたっていう、変なとこ農村って。ニュートン、リンゴが落ちたところでお時間です。どうもありがとうございました。